にちは。暑い夏、なかなか集中して針を動かすのも大変な季節です。そんな時に、簡単に作れるヨーヨーキルトでちょっと一休みしながら針仕事楽しんでいただけたらと思いまして、今日はチクチクヨーヨープレートを使ったヨーヨーキルトをご紹介したいと思います。ヨーヨーキルトを作ってみたことがある方多いんじゃないかと思います。こういう丸い形の可愛い串縫いだけしたこう引き絞っただけのキルトなので、本当に簡単に歯切れでたくさんいろんなものが作れます。で、今回はチクチクヨーヨープレート、実際に商品としてはこういったパッケージに入っているクローバーさんから出てますヨーヨーキルトが簡単にできる機械ですね。こういったものを使って作っていきたいと思います。で、サイズがいろいろありまして、今回ご紹介するのはこの緑のサイズで作る、これが緑のサイズで作った実際の大きさです。これから見比べるとかなり小さくなりますね。ギュッと真ん中に引き絞りますので、実際の仕上がりがかなり小さくなります。可愛い感じでできます。今年の夏はかなりマスクを作ったりされた方も多いと思います。マスク作りで残った半端切れをヨーヨーキルトにしてちょっと楽しんだりっていうのもいいかなと思います。ということで、今回はマスクで使った歯切れのレースをヨーヨーキルトにしていきたいと思います。チクチクヨーヨープレートは2つに分かれる形になってまして、こっちがディスク、こっちがプレートということで、作り方の方には名前が書いてあります。これの間に生地を挟んで、作っていく形になります。生地、これこちら側が裏側です。出てる方が裏側、こちら側が表になります。プレートの上に生地、こちら側に表、今出てる方が裏側ですね。これを合わせて少し周り、生地が隠れるように乗せていただいて、でパチッとこちらのプレートとディスクをはめるんですけれども、はめる時にディスクのところにこう線が3本、緑の場合は3本入ってます。でプレートの方に周りに3箇所ポチッポチッポチッと出てるところがありまして、はめる時にはこちらの線が出てる部分と突起の部分を合わせてパチッと留めます。で生地を間に入れて、カチッと挟んで最初いきますね。こういう形でパチッとはめ込みました。こちら側に突起が出ていて、内側に線が入ってます。これパチッと合わせるときっちり入ります。できっちり切りましたら、このプレートから5ミリぐらい、3ミリから 5ミリ出たところで生地を切っていきます。これざっくりで大丈夫で、きっちり測ったりとかする必要はありません。だいたい目検討でこのぐらいっていう感じでやっていただいて大丈夫です。印付けも必要ないので、このチクチクプレートを使っていただければ、本当に生地とプレートと針と糸があれば簡単にいろんな大きさのヨーヨーキルトが作れます。こんな感じですね。こういう感じになってます。今回は、縫ったところを分かりやすくするために赤い糸を使って縫っていきます。白いレースでしたら実際作っていただく場合は、白の糸を使ってください。で引き絞っていきますので、玉留めは大きめに作ります。でこのポチッと出てるところのすぐ左下、ここから始めていくと分かりやすいので、ここからスタートします。でこのディスク側の生地を指でちょっと畳み込んで、このような形にしまして、玉留めはこちら側から出します。で穴がこういうふうに
ちょっとカーブした形でこういう形で穴が開いてるんですけれども、穴が開いてるこの端と端、これを順番に、糸で縫っていきます。縫い代はこんな感じで倒しておいて抜きました。で次こちらのここに通します。でお隣に行きます。これで一周ぐるっと縫っていきます。最後引き絞るので、糸はキルト糸などしっかりしたものを使ってください。でこちらのヨーヨーキルトの作り方で作ると、このチクチクヨーヨープレートのこの感覚通りに針が渡っていきますので、ギュッと絞った時のひだの寄り方が均等に綺麗にできます。あとやっぱりテレビ見ながらとかそういう状況でも何も考えずこのヨーヨープレートのこの隙間に針を入れていけばいいっていうところが非常に楽ちんで、本当に歯切れの整理とかちょっと合間に作ったりっていうのに便利ですね。こちらヨーヨーキルトのこの作るのに向いてる生地は、まあ、普通の厚さから柔らかめのもの、ちょっと地が厚いものはひだが綺麗になかなか寄らないので向いていません。できればちょっとリバティとか、薄手の生地使っていただくと綺麗にできると思います。まもなく一周ですね。これ最後の一針で、で最後一周したんですけれども、最初の一針に重ねてもう一回ここ針を出し入れしてください。一針分が重なっています。そうするとひだがきれいに寄ります。で全部一周終わりましたら、ちょうどこの穴が開いてるところをグッと押してプレートと、このディスクを離します。で今度はディスク自体を生地から抜き取ります。でこの生地を、周りの縫い代が中側に入るようにしながら糸を絞っていきます。ギュッと絞ると先ほどの作ったこちらリバティですね、こんな感じでヨーヨーキルトが完成します。でこれでギュッと絞って引きが甘くないのを確認したら、玉留めを作ってひだの間に隠します。で糸を切ります。こんな感じでできました。で例えばこれをたくさん作って、今の時期でしたら、コースターとか、そういったものにも使っていただけます。これもう一回り大きいもので作ったヨーヨーキルトなんですけれども、ヨーヨーキルト同士の山と山をこう何針かかがってつなげておくと、ちょっと、花瓶式とか、それからコースターそういったものにも使えます。またちょっと先ですけれども、こういった形で、ヨーヨーキルトで、ツリーに見立てた形でクリスマスの可愛い額縁とか、それからタペストリーなどにも利用していただけます。あといろんな大きさのヨーヨーキルトがありますので、いろんな形でたくさん作っておいて、こんな感じでタペストリーの飾りとして使っていただくのも楽しいですね。端切れでいろいろ作っておいて、こういったところでこう飾っていただくのも楽しいです。それからちょっと可愛らしい生地とか、お子さんの好きな生地で作ってあげて、ちょっと重ねて髪飾りとか、ブローチ
そういったものにしていただくのも楽しいです。ぜひそういった時にはビーズとかおリボンたくさんつけて飾ってあげるとすごく豪華になります。ということで、今日はチクチクヨーヨープレートを使って作るヨーヨーキルトをご紹介しました。また来週にはチクチクヨーヨープレートを使わないで作るヨーヨーキルトもご紹介していきたいと思います。いろんな作り方、覚えていただいて本当に可愛く楽しく、ヨーヨーキルトチャレンジしていただけたらと思います。